日本東京都世田谷区絹田地域鎌田鎌田は東京都世田谷区の町名。住居表示実施済み。現行行政地名は鎌田1丁目から鎌田指定目。郵便番号157-0077。鎌田は世田谷区南西部、玉川を境に神奈川県と隣接した位置にある。絹田地域に属する。東で川、南で川を挟んで、 川崎市高津区九次同双子、西でうなね、北で岡本、大倉と隣接する。玉川沿いの住宅地で、玉川河川敷を中心に、緑地も多い。蒲田は、野川、仙川により区切られており、蒲田一丁目は、野川の南側、南東部にあり、玉川双子橋公園が大部分を占めている。二丁目は、野川南側、南西部の住宅地。 三丁目は野川の北側、線側の東側、四丁目は野川の北側、線側の西側にある。住宅地の地価は2020年1月1日の工事地価によれば、鎌田2の8の21の地点で33万8千円平方メートルとなっている。鎌田村は隣接する大倉村の村域内に18カ所飛び地上に立地する小村であった。 木ぬ村成立時に大和鎌田になり、東京市編入で世田谷区鎌田町となるも、いずれもそのまま飛び地状態で存立していた。大倉町の区域は内部に鎌田町が点在していたほか、岡本町、蘇師ヶ谷一丁目、北見町、宇な根町の飛び地が混在し、これに1912年に神奈川県から編入した久慈町、諏訪町が含まれていた。 四軍合併で旧欧技をそのまま町に置き換えたために、生じた飛び地存続による弊害を1955年に解消することとなり、大倉町を3分割して北部に、木沼田町、南部に、鎌田町を設置して、鎌田町及び東該各町の飛び地を新設山頂に振り分けた。その後1971年に実施した住居表示で再度区割りに変更が生じて、 現在の町域が確定した。飛び地整理前の蒲田町は、現、木沼田3丁目の NHK 放送技術研究所、一帯、現、大倉2丁目の目黒整備学園中学校、高等学校周辺、現、玉川3丁目の二子玉川、緑地前バス停周辺など各地に点在していた。2019年9月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。 区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。1969年5月11日まで、東急木の田線が運行していた。現在は以下のバス路線を利用し、東急田園都市線、大井町線二子玉川駅もしくは小田急小田原線、成城学園前駅が最寄りとなる。蒲田東端を横切る新双子橋国道246号が、 新双子橋で東端を横切っている。その他、地区中央を東西に玉包通りが通っている。ありがとうございます。